この度ですね、多くのアニメオタク、そして鈴木達也さんのファンが最も待ち望んでいたものであろうものが出てきまして、僕自身大変嬉しく思っておりますし、何よりですね、自殺未遂の噂まで出たこの鈴木達也さんがこうして復帰をしてくれそうな、まあ、活動再開の目処をね、立たせてくれるようなコメントを残してくださいまして、無事魔王学院の不適合者2期ですとかね、東京リベンジャーズも放送ができそうだと、鈴木達也さんね、声優のままできそうだということで、僕自身やっぱ賛否両論あるのかなと思いますけども、まあ、ひとまず本当に嬉しく思っております。というわけで、今回は、鈴木達也さんがついにですね、ようやく直筆の謝罪文を公開した件について、語らせていただきたいなと思います。でまずですね、この謝罪文をね、見てないと、謝罪されたのって方もいらっしゃると思うんで、まあ、実際にこの原文をちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらですね、鈴木達也さんはもう本当に直筆の文なのかなという感じで、文なのかなというか文ですね、この度、私の無責任かつ不適切な行動により、皆様にご迷惑、ご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした。今回の私の行動に対し、猛省しており、愚かな振る舞いをしたことで、様々な方にご迷惑やご心配をおかけいたしましたことを強く後悔しております。今後は一つ一つの事柄に自分の振る舞いが周囲にどの程度大きな影響をもたらすか自覚を持って今まで以上に丁寧に対応し、努力を惜しまず今一度自分と向き合い誠意ある行動をしていく所存でございます。重ねてにはなりますが、応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様に深くお詫びいたします。誠に申し訳ございませんでした。令和3年8月30日鈴木達也さんとあります。まずですね、まあ、前回、まあ、この件に関しては2回ほど動画を上げさせていただいておりまして、まあ、前回の動画ではですね、まあ、何としても、もちろんね、やったことは悪いとか、まあ、そういうのを置いといて、やっぱり何かしらの発言をする義務があるんじゃないかと。もともとね、リサさんの不倫の、まあ、疑惑というのもありましたし、その上で、フリーの、ね、主題歌である、まあ、デモテープっていうんですかね、公開の発表される前に、英子さんっていう、まあ、その不倫相手に聞かせたなんていう話、まあ、これは守秘義務違反でもあり、情報漏洩に当たりますので、っていう、まあ、こういう話があって、まあ、真偽のほどはどうなのかと、ね、ずっとだんまりを決め込むのかと、思ってましたんで、なんとしてもやっぱね、コメントを残してほしいです。そしたら、絶対に、ファンの方も分かってくださる方もいらっしゃるんじゃないかっていうのを言っていました。うん。その中で正直、やっぱり、だんまりを決め込むんじゃないかなって僕自身は思ってましたし、もうコメントをね、出すタイミングがもう正直なくなってると思ってました。そんな中でこうやってコメントが出てきてて、うん、まあ、やっぱり、その実際にあった、まあ、不倫ですとか、情報の漏洩に関しての、具体的な記述ってのはないんですけれども、うん。自分の振る舞いね、周囲にどの程度大きな影響をもたらすか自覚を持って今まで以上に丁寧に対応し、努力を惜しまず今一度自分と向き合い、誠意ある行動をしていくようでございますと、こういうコメントが見れて、僕は本当に嬉しいんだと思ってます。もちろんですね、彼がやったことは許されることではないと僕は思ってます。うん、リサさんとの不倫に関してはもう僕らに謝るというね、リサさんに、誠心誠意、もう多分謝ってるんじゃないかなとはもちろん思いますけれども、まあ、謝罪をしてほしいなというのは思いますし、やっぱ情報漏洩に関してはこれはですね、まあ、下手したら、まあ、業界によっては、まあ、業界永久追放なんてことにもなりかねない事態の中で、まあ、声優業界、まあ、この業界はまあ悪く言えば甘いのかもしれないけど、ね、やっぱあったかい優しい業界なのかなというところで、彼もですね、まあ、フリーに関しても、まあ、多分出演はできるのかなという形なので、ひとまず、まあ、これで良かったというか、多分彼も、まあ、自殺未遂の噂なんかも出てましたから、本当にもうコメントすら残せない状況だったというのが、まあ、実際のところなのかな、というのは僕自身思ってますし、多分それで、まあ、だいぶ回復されて、こうしてコメントを残してくださったことに、まずは感謝したい。そして、まあ、これによってアニメをね、続編とかが、まあ、声優とかが変わってしまったりね、まあ、鈴木達也さんが降板したことによってそのアニメが来ないなんてことはやっぱ一番起こってほしくないことだったので、まあ、それがなくなるのかなと思うと本当に嬉しいなというのは思ってます。うん。で、まあ、やっぱり、まあ、行いに関してはですね、うん、正直、まあ、いくらね謝ったところで、その例えば情報漏洩したことが取り消せるとか、まあ、それでイメージがどうとかいうのはまあ、厳しいのかなというのは思ってますし、もちろんね、この謝罪文を見た方の中でも、
謝っただけで許されると思うなよと、謝ってねすいませんで済むなら警察も何もいらねえぞと、ね、思ってる方もいらっしゃるかもしれないけれども、やっぱり僕自身はそうですね、声優としての鈴木達也さん、彼のことはやっぱ僕自身はすごい、まあ、その個人的にというかね、声優としてはすごい好きだし、それによってやっぱアニメがね、2期とか、まあ、来ないと、ね、鈴木達也さんが声優が主演が決まってたアニメが来ないとかねになってしまうのはやっぱり明らかに不本意なことですので、ひとまず良かったのかなというのは思ってます。そうですね、まあ、本当に、まあ、正直コメントが出ることないだろうというのは思ってましたので、まあ、これでね、まあ、事務所からもコメントが出てまして、まあ、活動休止の時期とかに関してはですね、具体的には書かれておりませんし、まあ、多分これによってまた様々な反響があって、まあ、多分多くのファンは良、まあ、かったと、ひとまずね自殺とかをしないでくれて本当に良かった、戻ってきてくれと、やっぱりねその反省はしてほしいけれどもって皆さん思われてるんじゃないんですかね。もうこれ以上、まあ、僕自身もね最初の動画では、まあ、やっぱ鈴木達也さんはふざけるなよっていうのを言ってしまってました。まあそれが僕自身間違ったことだとは思わないけれども、やっぱその不倫っていうのはね、リサさんと鈴木達也さんの間の問題であるっていうのは、僕もよくよく考えればそうだなと、外野がね、ブチ切れる案件ではないのかなっていうのは、まあ、よく考えたら思いましたし、それは本当に申し訳なかったなと思います。で、まあ、前回の動画では鈴木達也さんはもうこれ以上叩けてもね、本当に自殺未遂までしてる人をさらに追い込んだ、本当に自殺しちまうよっていうのは思いがすごい強かったので、まあ、前回もああいった動画を上げましたけれども、まあ応援していきたいなっていうのは思いますし、まあ、そもそも声優業界っていうのはある程度こういうところに甘い、まあそのフリーの主題歌とかをね聞かせてしまった、これはまあかなりまずいことですが、まあ、ひとまずこれも収まったのかなと。まあ、その業界内での話ですね、多分ファンの怒りとかそのね、そういった、まあ、視聴者ですとか、まあ、スイッタサスタさんの見ている、まあ、ファンの方々の怒りっていうのは、まあ、それはね単純に簡単に収まるものではないとは思うんですけども、ひとまず僕自身は声優としての鈴木達也さん、まあ、ひとまずやっぱ魔王学院の不適合者2期もね、フリーの映画もありますし、まあ、東京リベンジャーズなんか今やってる放送休止になってしまうんじゃないかと僕自身もすごい思ってましたけど、まあ、多分あれはね収録終わってるんじゃないかなと思いますけれども、ひとまずこうやって復帰される目処を見せてくれて、そして直筆で謝罪文っていう、まあ確かにねその事柄物事の詳細っていうのは書かれてないんですけれども、こうやって出してくれて本当に嬉しく思いますし、まあね声優として声優の鈴木達也さん本当に応援していきたいし、まあ今後ねもう主題歌の、まあ、不倫とかはもう本当にリサさんに謝っていただければという感じなんですけども、まあその当事者同士でね、僕らがもう正直もう前回言っちゃった、本当に一つ前言っちゃった、本当申し訳なかったんですけど、っていうのは思いますし、そうですね、主題歌を聴かせてしまったことに関しては本当に反省していただいて、もうこれもう一回やったらもう本当に戻ってこれないし、まあ多分僕らも許せない、状況になってくると思いますんで、まあそれはね、まあ多分もうやんないと思いますけど、さすがに。っていうのは思います。はい。そうですね。まあ不倫に口出したやっぱりリサさんの思い出があるからこそではありますが、ひとまず今回はですね、こんな感じにしたいと思います。鈴木達也さん、ひとまず応援しておりますという感じで、今回の動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。